非常に危険な状態で今ところが。足引っかかってるな。足を持ってるやつがいる。平成28年の11月に三重県警に上げ馬神事を告発いたしました。その告発の理由は過度な傾斜とそれから垂直な壁、高すぎる壁に挑ませることは酷使であるということと、もう一つは別の馬に対する取り扱いが虐待になっているということを指摘して告発いたしました。が今年の4月に残念ながら上げ馬神事は虐待かどうかを確認するために国と県に問い合わせた結果判断できないという回答があったということで、この4月に告発状が戻されました。上げ馬神事は600年以上前から行われている行事ですが、600年前は小型の馬しか日本にはいません。でこの形態になったのはおそらく戦後になってからじゃないかなとは思いますが、いずれにしても坂の上にできている垂直に近い壁、これが高すぎる。常に数頭の馬の殺処分ですね、骨折だとかそういうことで殺処分されていることがあります。いずれにしても垂直の壁を越させることは間違いなく能力のない馬にけしかけることになりますので、これは虐待行為の一つである酷使に該当すると思っております。ですからこの垂直の壁を低くする、あるいは傾斜をつけることが求められます。